皆さんこんにちは、本地雄介です。今日はですね、ユリを客菜で描いていきます。使う道具はこちら、はい、水彩絵の具、鉛筆、筆、特描と面相、デッサンをやってその後着彩、ご覧ください。はい、それでは、着彩に入っていきます。こういうふうに割ってあげてるんですけど、これで、まあ、ミラーの模様ですね、ちょっと描いていきます。なるべく全体全体で仕事をしていきます。なんとなく上の光が当たった感じが出てきたかなっていう。はい、完成です。いかがでしたかね。見た目の再現というよりかは、絵の中で形が見えてくるような風に、色をそのままそっくり写すっていうよりかは、本当に色で形を作る、目の前の空間を作るっていうのを、まあ優先的に今回はやっていきました。はい、またお会いしましょう。またねー。